フーズラッペとは、アメリカ陸軍工兵隊の活動の一つであり、放射能汚染地域の管理と除染を目的としたものである。後地回復活動計画とも呼ばれる。マンハタイ計画から始まった原爆開発と、その後のアメリカ原子力委員会による原子力平和利用など、米国における黎明期の核開発に伴い、全米各地の核関連施設及び、 周辺地域で放射能汚染が発生した。フーズラッペは1974年にメド及び AEC による汚染地域の特定、調査、除染及び管理業務として始まり、メド及び AEC が米国エネルギー省へ統合された後、1997年に米国エネルギー省から公兵隊へと引き継がれた。 フーズラッペ指定地点黒三角イコール終了時三角イコール進行中主な汚染地域はウラン鉱石の生成とその副産物の処理に関連したものであり主な汚染物質はウラン、トリウム、ラジウムなどであるまた工程で使用された揮発、不揮発性の有機化合物や重金属なども含まれる全米で数十の地点が指定され世紀初頭中 数箇所で活動中である。地域一覧は英語版を参照。除染の目的は一般大衆の被曝をできる限り低く抑えることとしており、目標値は残留汚染による被曝を年間1ミリシーベルト以下にすることである。汚染地域と特定された場所は以下の手順により評価され除染へと導かれる。ありがとうございます。